ですかね。はい。それでは、始めていきたいと思います。じゃあ、皆さん、こんにちは。今回は、トークセッション、フォトグラフィー Y、写真に対する7つの問いということで、7名の写真家さんを、アーティストの方をお迎えして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。本日、ファシリテーターを務めさせていただきます、若山と申します。今回のトークイベントはですね、このフォトグラフィー Y というものについて、お話を伺っていくものです。フォトグラフィー Y って何ですかというところで、これはですね、7名の日本人のアーティストの方が始められたプロジェクトの名称です。今回はこのプロジェクトの目的、それからこれまでの活動について皆さんに伺っていきたいと思います。また、トークセッションの後半にはですね、フォトグラフィー Y というこのクエスチョンに対するそれぞれのお考えについても伺っていきたいと考えております。このフォトグラフィー Y というプロジェクトはですね、こちら7名のアーティストの方によるものですけれども、まず、浜田雄二さん、北野健さん、小野寺由紀さん、大島なるきさん、虎杖美貴さん、鈴木梨作さん、臼井和義さんと、まあ、世代も世界キャリアも、全く異なる7名による、まあ、プロジェクトで、まあ、大変ユニークなものです。と、まあ、まずそのフォトグラフィー Y とこのプロジェクトについて簡単にまず概要をちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、じゃあ、大島さんの方から、ちょっとお伺いできますでしょうか。はい。実はですね、大島です。こんにちは。実は、この7人の、まあ、共通性というか、そういう、ここ7人がこう集まるその必然性っていうのは、実は具体的には全くなくて、それぞれまあ写真をやっているっていうのがまあ共通性として挙げられるんですけれども、なんか例えば山登りで例えると、別々のそれぞれ別々のなんかこうルートを上がってきて、で山の途中でお互いが出会って、それで君どっから登ってきたんっていうような感じでお互いに興味を示し、で途中まで一緒にちょっとじゃあ登ってみようかっていう感じで今歩いてる途中っていう感じです。で、それが、同じ山の頂を我々は一緒に目指しているのか、それともなんか途中で、あれ、あなたあっち行くのねって形で別の山の頂目指してたりとか、今後我々この7人がどうなるのかっていうのは全く不透明なんですが、まあ、その先行きはわからないけれども、とりあえずこの不透明さを、まあ、楽しもうよっていうことと、それとこの不透明さをこう7人一緒で楽しむっていう、まあ一つなんかこう奇跡的な出会いというか、まあ集まりみたいなもんがこのグループの特徴かなって思ってます。なんかこうは、話になってるかどうかわからないですけども、そんな感じです。ありがとうございます。なるほど。まだもう、進行中の、まあ、プロジェクトということで、この先、どんどん活動が、ね、展開していくというプロジェクトだということですね。と、まあ、このプロジェクトの、目的、あるいはそのユニークな点っていうのを、まあ、一言で、まあ、表現すると、まあ、国際的に活動する日本人が集まり、写真の実験的なプラットフォームを作るというふうにまとめられるかと思います。まず、このプロジェクトの重要な点の一つ、まあ、国際的に活動する国際性というところなんですけれども、もうこれについては、その国際的に活動するということが今なぜ重要なのかというところをですね、虎杖美貴さんの方から、お話をしていただければと思います。いかがでしょうか。はい。こんにちは。虎杖です。国際的にこの活動をするっていう、国際的に活動するっていうのは、やっぱり美術界とか写真界、そしてまあ、この世の中が、やっぱり西洋主体の世界でできていて、そういうことを考えていく上で、まあ、とってもこれから重要になってくる課題だと思っています。で、実際にここのメンバーの人たちっていうのは、
まあ、皆さん国際的に世界で展覧会をしたりとか作品発表されているので、日本人のアーティストを紹介するという形ではなく、国際的に活動している日本人のアーティストって言った方がなんかいいんじゃないかと思って、こういうふうな考えを、うんうん、あれしてるんですけど、表現してるんですけど。なるほど。もう一つ、写真のその実験的なプラットフォームを作るということも、まあ、このプロジェクトの一つの目的なんですけど、かというふうに伺っているんですけれども、その具体的にはこのプラットフォームで行われること、どういうことが今後行われていくのか、どういうことが想定されるのかというところをですね、教えていただければと思うんですけども、いかがでしょう。はい。この写真の実験的なプラットフォームっていうものは、結局この人メンバーっていうのはもう本当に年齢差もすごく離れてて、まあ、全然本当に全く違う活動を今までしてきた人たちがの集まりっていう、そういうなんていうか実験的な、もう本当に先ほどお話があったような人たちで集まってるんですけど、これって何を共通点として話すかっていうのは、やっぱり写真っていう共通点からいろんな話をしていこうじゃないかっていうことがあって、うん、あと、まあ、ギャラリーや商業とか公共機関のできない活動、アーティストの活動を広げる、フォローできないことをやっていくっていうことがあったりとか、あと、まあ、うん、単に利益っていうか営利的なものではなく、プロモーションだけではなく、うん、どうやって一緒に物事を作っていけるのか、こんな違う人たちの集まりで、うん、一体何がどういうことを協力して作っていけるかっていうところもあるんですね。それで、まあ、あと一番、まあ、特殊なのは、まあ、写真の写真とか、まあ、芸術文化が発展していないところで、まあ、作品を見せてその現地の人たちに直接発表していくっていうことも、うん、特徴の一つだと思います。 あとはいろんな協力者とかも呼んでって、それは協力者は例えば、うん、他の写真家とかアーティストとか、まあ、キュリエーター通訳、翻訳者、まあ、ドライバーもそうですね。あと、まあ、写真研究家の方とかを招いて、うん、このプロジェクトでどういうふうに写真って一体何なんだろうっていうことから、まあ、写真表現についてとか、まあ、共同作業っていうのはどういうものなのかっていう理解をもっと深めるっていうことを考えています。なるほどですね。まあ、その欧米、例えばアートというとどうしてもまあ欧米主体の考え方になってしまったりとか、あるいは美術館とかギャラリーとか、まあ既存のいわゆるアートインフラといわれるものはまあ前提にされちゃうわけですけれども、このプロジェクトでは、まあ、そういった既存の構造に対してこう、まあ、チャレンジングな姿勢で臨んでいくっていうことだったり、あるいはこうアーティストっていうことと他のファクターですね、アートワールドの他の方、まあ、さっき翻訳者の方、研究者の方とか、まあ、いろんな人たち、いろんなファクターが、まあ、同化の関係を結びながら、かつその写真っていうところを、まあ、一つ基準にこういろんな活動を展開したりとか、その写真っていう概念について、まあ、いろんな人が考えていくというようなことを、まあ、やっていくプロジェクトだということですね。今までのその活動の経緯っていうところを聞いていきたいと思うんですけれども、この活動の経緯、2015年から始まっているんですけれども、これについてもミキさんの方からお話しいただければと思います。この活動の経緯っていうのは、まあ、このプロジェクトフォトグラフィー Y が始まったのは2019年のモロッコでの企画から始まりました。それで、まあ、これがどうしてこのきっかけっていうのはどういうものなのかっていうことを話すと、私はずっと海外で生活して、まあ、大部分の生活が、まあ、海外っていうか、いろんなところに住んでたんですけど、それ、
そういうあの事柄からやっぱり日本人の写真界の人とか写真家の人と巡り合うチャンスがなかったんですね。でその時にあの2015年に X の展覧会の展示 の, あの誘いが来て招待されて、それで初めてこの5人の作家に会ったんですね。でその時 X ってすごく長いっていうか1週間の滞在で、その時に各自の作品とか、まあ、人柄とか触れる機会があって、それであのこのさあ こういう、まあ、その後関係が続いていくんですけど、まあ、それ関係が続くっていうのは、まあ、日本で食事会を一緒にしてくださったりとか、まあ、あったりとか、フランスにいらした時にあのメンバーの方たちがフランスにいらした時にお会いしたりとか、そういう形でずっと続いていって、で、まあ、2019年にあのアルルで7月に2019年の10月にあの第2回あのモロッコであのマラケッシュ の写真フェスティバルをやるから5人のアーティストを招待してくれってあのオルガナイザーの人に頼まれたんですね。でその時にあのその夏日本に帰る機会があって、また皆さんが集まって食事会をしてくださって、その本当のきっかけっていうのはその北野さんを中心にあの薄井さんと浜田さんと、まあ、その後3日間ぐらいいろんな話をしてて、まあ、写真についてとか あとまあ社会についてっていうことをいろいろ話して、それでああこの人たちの作品をぜひあの紹介したいなっていうのが本当のきっかけで、このプロジェクトっていうのの土台っていうのはそこから来ています。それでまあその後にあのまあキャンセルになったっていうか、2018年のフェスティバルはキャンセルとなり、あのもう一度そのフェスティバル側から2019年の4月に依頼が来て、それで以前から尊敬している写真家の小野寺由紀さんに参加していただけたらいいなと思い、あの5月に小野寺さんに参加の依頼をしたところ、彼女があのあの承諾してくださったので、それで、まあ、このプロジェクトっていうのはそこから開始したっていうことですね。なるほど。と最初にこう6名の写真家の方がですね、まあ、あのエクサンプロバンスで、まあ、出会ったということだったんですけれども、実際そのオーガナイザーの方っていうのはこうなぜ6名の方々をこう選んで招待したんでしょうか。どういう理由からだったんでしょうか。どういう理由、これはもともとこのエクサンプロバンス の, あ の, あれあのことっていうのは、まあ、後であの鈴木さんとかからお話があると思うんですけれど、あの、まあ、これっていうのは日本のアートとあと、まあ、フランス人のアートっていうか写真をつなげたいという形で、まあ、あのそういう形で、まあ、審査がされて、それで選ばれて、まあ、鈴木さんは、まあ、一番の筆頭の代表するちょっと作家であの招待されられたんですけど、まあ、そういうなんか審査とあと交流ですね、結局交流っていう形がありました、あの X の、うん、あなるほどなるほど、国際審査、なるほどなと今経緯を伺っていったんですけれども、そのここからですね、まあ、具体的にこれまでどのような活動を皆さんがされてきたのかということを伺っていきたいと思います。まずそのフランスエクサンプロバンスでですね、ソフィー・カバリエロさんとフォンテノブスティビュアさんによる企画展が開催されたというところが始まりだったということですね。これについてはですね、ごめんなさい、話をさっきちょっと振っちゃったんですけれども、まあ、そのどのようなきっかけで、この展覧会が、開催されることになったのかっていうのを、鈴木理作さんの方から、お話を伺っていればと思います。うん、鈴木さん、この展覧会というののきっかけについて、教えてください。
きっかけっていうか、まあ、僕自身はそのソフィーさんからのお誘いで、彼女は日本に、その前の年かな、インタビューに来られてて、それでまあそこでお会いして、それでこの企画展のお話をいただいたっていう形なんですね。で、そこにまあこの時6名の方が写真家としてまあ参加されてるんですけど、ほぼ皆さん初対面だったんじゃないでしょうかね。あ、その時初めてお会いしたという感じなんですけど、うんうん、なるほど、なるほど。とこれは、当時の会場の様子だと思うんですけれども、そうですね、これはまず左エミール・ゾラギャラリーで展覧会があってなるほど。僕自身はこの左側の写真って、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、エクサン・プロヴァンスは2000年からセザンヌがすごく好きで、サン・ビクトワラさんを行ったりとか、うん、まあ、はい、してた場所だったので、何かそこにこう展覧会で呼ばれたことっていうのはすごく光栄だったし、その企画自体がその日本人とフランス人のその視点っていうことがテーマになってたっていうことも面白かったし、すごくなんていうのかな、やっぱり制作の場所で行ってる場所で展覧会ができるっていうのはすごくこう、その場所に写真を返すみたいなことができる、うん、なるほど、なるほど、できたっていう気持ちがあって、本当にこう、まあ、嬉しかったんですよね、うん、でその時にこう、うん、会った人たちが皆さん本当にこう自分自身の作業に本当に挑戦して、ひたむきにやってる感があって、非常に、うん、いい感じの距離感で出会えたなすごく思ってて、それがまあこういう形でこう発展してったっていうのはすごくこう、まあちょっと変ですけど麗しいというか、うん、本当に思ってます。なるほどですね。こちら、トークをされてる様子、また浜田さんですけれども、はい、浜田です。どうも。うん、こんにちは。浜田さんは、この、この企画のことをですね、はい、実際その展覧会をされながら、うん、まあ、これはトークイベントがあったんでしょうか。はい、そうですね。まあ、トークは、まあ、よくある感じだったんですけど、まず最初に言わないといけないなと思ったのは、この展示っていうのは、まあ、もちろんこうさっきミキさんやリサクさんが説明されたような内容もあるんですが、うん、その向こうのフランスの作家も同じように6人選ばれていて、各々の作風に対になるような作家を僕たちがこう、なんて言ったらいいんだろう、日本側の作家が決まった後にフランスの作家を募集されていて、その対になる作家というのがあてがわれるじゃないですけど、こう向かい合って展示するという形が取られてました。なので、何ですか、僕がトークしたら僕と対になってるフランス人の作家が確か次トークをしたりとか、そういういわゆる文化交流的なところもあって、僕はすごく今まで海外で展示した中でもあんまりそういうなんて言ったらいいんですかね、そういうやり方をしたことなかったんで刺激的ではありましたし、うん、他の李作さんもおっしゃった通り、うん、作家さんたちと会ったことがなかったんで、あ、こういうこと考えてたんだっていうのと、うん、あ、この作家にはこういう方があてがわれるんだっていうのは結構びっくりしたりとかあ、こんなうーんみたいな、面白いなみたいな、そういうなんか独特の見せ方って言ったらあれですけど、比較するとか、うん、こういわゆる近いものを並べるとかそういう形ではなくって、もう少し写真の、うん、中身の話でこう対にしてるとは思うんですが、なんか面白い展覧会だったんじゃないかなっていうことを一応言っとかないとなと思いました。まあ、トークは普通でしたね、僕はこの時の、はい、いつも通りでした。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、そうですね、これも展示の風景で、左が、三田紀美さんの作品の、一部で、右が、鈴木さんの作品ですね。とちなみに、浜田さんは、はい、
なんていう展覧会 の, その構成上、どのような作家さん、どなたとツイートいうこと、本当に申し訳ないですけど、お名前を忘れてしまった。オリビエ・モンシュ。あ、オリビエだ、オリビエ、うん、そうだ。オリビエ・モンシュって言って、うん、彼はあの山の作品、山の作品を作ってて、まあ、あの一応あの、まあ、作家であり、ドキュメンタリー作家でもあるという人なんですけど。なるほど、なるほど。こう浜田さんの作品とその方の作品の関係性っていうのはどういうところでこうつながってきたものなんでしょうか。どうだったんですかね。逆にみんなに問いたいというか、僕は感じた通りでいいんですかね、そういう。ああ、そうですね。感じるみたいなことで言うと、まあ、どっちかというと僕プライマルマウンテンというシリーズを展示してたんですけど、フォトグラフってその1個前の作品の方がオリビエと技法的には近くて、その長時間露光で光の軌道を拾うっていうのを僕はやって、自然光の、ね、光を集めて日常の中の光をこう集めるっていうプロジェクトをやってたんですけど、オリビエはその山にこうスノーモービルに後ろにライトをつけて山にこう光でドローイングするっていう作品を作ってる方で、非常にユニークで面白いなと思って、だからちょうど僕のフォトグラフって光を描くシリーズとプライマルマウンテンを足したような作品と言ったらですけど、うん、山でこう光を、はい、アーティフィシャルライトですけど人工灯でこうやってるんですけど、やられてる方で、結構まあでも近しいことというか、いわゆる生のものに一つ何かこう塩をかけるみたいな味付けをするみたいな方だったんで、割と僕はすんなりやってることは分かるというか、うなずける感じの作家でしたね、僕は。はい、なるほど、ね。はい、ありがとうございます。なかなかこう、ね、あの他にはないこう、ね、あの面白いあの構成の展覧会が今。です。で、まあ、僕もちょっと、多分これね、そのフランスの方のサイドの作家は OK を、ね、もらってないんで、今回画像を入れてないと思うんですけど、そこはちょっとね、ご了承いただきたいというか、我々はねのさあの、今いる作家の分だけしか多分画像は見せれないっていうことで、多分そう、ちょっと説明ね、あの言葉で説明になっちゃって申し訳ないんですけど。なるほど。まあ、こちらは、ですね、皆さん登壇されての、まあ、トークということですね。あ、トークイベントということですね。はい。なるほど。とそうですね、その後の活動でですね、また、今度はモロッコ、マラケシュ、イブ・サンローラン美術館とギャラリー・コントワール・デ・ミンで、もう、いろいろと活動をされたということですけれども、まあ、そのマラケシュでは4つのプログラムがあったということですけれども、これについては、大島さんの方から話しいただきたいと思います。はい、4つのプログラムはあのイヴ・サンローラン美術館と、それと、ギャラリーのコントワール・デ・ミンというところで、それぞれ、シンポジウム、というか、がありました。で、あとエルバディ宮殿と、うん、で、4つのプログラムってもう一つなんだっけ。いや、制作、あ、制作か、制作かエルバディ宮殿で、それぞれの個々 の, あのプレゼンテーションがあったんですね。で、もう一つが、うん、まあ、制作ですね。で、まあこのイヴ・サンローラン美術館の方で、アフリカ人の、まあ正確にはフランス人、アフリカ系フランス人の、クリスティーヌ・アイエンっていう方がいらっしゃってて、彼女を中心に、それぞれ個々の作品について、いろんなあのトークがありました。で、まあ、あのこのイヴ・サンローラン美術館っていうのは、隣があのマジョレーヌ・あの庭園で、ちょっと画像を送ってもらえますかね。はい。これはイヴ・サンローラン美術館で、で、次がマジョレーヌ庭園っていう、あのイヴ・サンローランが、まあ、結構肝入りで、作り上げた庭園らしいんですが、そこで、我々写真家の方で現地制作をしています。で、ちょっとあの画像を戻っていただいて、今回のこの4つのプログラムを、まあ、紹介している、もう一つ戻ってもらえますか。あ、ごめんなさい。はい。
まとめたカタログを、これ作ってます。これ現在、恵比寿の東京恵比寿のナディフで、販売されているものですね。これまた、後で、ウェブサイト等を紹介しますので、そちらでご覧ください。で、あと、まあ、ギャラリーコントアルデミンの方は、検査の方がちょっと詳しいので、そちらでお願いします。はい、こんにちは、北野です。現地作家との、正確に言うと、こっちは現地作家の方との我々のトークセッションなんですね。現地作家、お二人、お話ししました。一人は、後で写真が出ると思いますけども、写真家のジデーム・アントレス・アキ・アラキさん、あ、これはイヴ・サンローラン美術館 の、 トークショーですね。次行っちゃいましょうか。はい、はい、これが、ミンギャラリーですね。バナキャッシュで、まああまり数が多くないコマーシャルギャラリーの一つで、作家の滞在制作なども、されていました。この時お話ししたのが、さっきちょっと言った、ジネブ・アンドレラ・アラキさん。アラキさんは男性の写真家です。アラキさんと浜田さんと、私来たので、環境と自然と人間というテーマで、トークセッションしました。もう一人は、女性の写真家でカリ、ネマウイさん、ネマウイさんと薄井さん、大島奈さん、小野寺さんで、空間とクリエイティブプロセスというテーマで、トークセッションしました。まあ、この時感じたこといくつかあるんですけど、一つはオーディエンスの人の熱量がとても熱かったです。さまざまな質問が、出ました。中に僕はギャザリングライトっていう太陽の作品を作ってるんですけども、うち、に来て撮影をしないかって申し出があったりとか、それから世界的な、女性のフォトジャーナリストで、若くして、ブルキナファソで取材中に亡くなったレイラ・アラウェイさんっていう方がいらっしゃるんですけども、そのレイラさんのご両親がいらしていて、お会いしたこともとても印象に残っています。それとで、まあ、マラケシュってモロッコの地方都市ですけども、まあ、その地方都市と首都の関係とか、それからモロッコとフランスの関係、あるいは距離みたいなこともやっぱり2人の作家の話からやっぱり感じました。まあ、そういった関係性とか距離みたいなことと関わりなく、まあ、僕らは極東から来た、言ったらまれびとみたいなものですから、うん、まあ、自由に、テーマにコミットできるっていう、そういう自由さみたいなものもお話していて感じました。なるほど、ありがとうございます。さらにですね、エルバディ宮殿、マラケシュ写真フェスティバルでも活動がされたということですけれども、こちらもトークイベントということでした。これについては、野寺さんの方から、どういうことが行われたかというのをお話ししていただけますでしょうか。はい、こんにちは、野寺です。この宮殿は16世紀の宮殿で、まあ、もうほとんど廃墟と化していて、残っているのは大きな部分は庭園の遊歩道と、あとはまあそんなところなんですけど、その大きな庭園の、まあ、プールっていうと違うんですけどね、まあ、そういう大きな水を入れるかなり大きな場所を利用して、それをそこに観客席を全部並べ、そしてステージとなる場所で、かなり今のこの写真に出てますけれども、かなり大きなスクリーンですね、かなり大きなスクリーンに投影して、
夜暗くなってから始まるととても本当にムードのあるお生き物だったんです。これは今テストしている時のなんですけども、例えばこの宮殿の入り口からこのプロジェクションのその会場まではろうそくの光だけを頼りに歩いていくんですね。でそれはまた本当に日本から言えばものすごいどこかとてつもなく遠いところに来てしまったっていうような気分のところで、日本人がまあ初めて大画面でその作家の、それぞれの作家が、でこれは三谷さんがまあ進行役というか勧め役で、でデボラ・レビーさんという写真評論家が各写真、それぞれの作家の作品については非常に事前に研究に近いぐらい調べてくださっておりまして、でそこでそれぞれの作家のについての質問は彼女がし、それに対して対話という形で、ただ中心となるのは何といってもやはりプロジェクションなんで、そこでいわゆる作品の写真だけではなくてどんなふうに作っているのかというプロセスも大画面で見せるような、そういうものとなり先ほど北野さんが紹介したギャラリーでのセッションと比べると、もっと地元とのこうコミュニケーションがあるような感じではなかったんですけども、これはもうむしろ夜のムードの中での大々的プレゼンテーションという感じになりました。なるほどですね。こちらでは、登壇された方は、7名すべての皆さんがご登壇されたんでしょうか。そうです、すべての今回で聞くのすべてがそうだったんですけど、7人すべて、同じ時間とその映像とトークという形で展開されます。ですね、こちら、小野さんご自身は、このトークではどのようなことをお話しされたかというのを覚えていらっしゃいますか。そうですね、私もですから作品の紹介に限らずその裏舞台といいますか、制作するプロセスの画像を、かなり用意してきましたので、それを投影して、で説明したり、彼女の方がツッコミの質問をしてそれに答えたりと、そういう感じで全てがその夜のムードの中で、しかもここはマラケシュですからお酒は出ないんですけど、代わりにミトリを作ってくれるそういうアラジンじゃない世界じゃない、そういう人がいて、でそこでそのミートティーを飲みながらという、そういうムードですね。なるほど、ありがとうございます。エクサンプロバンスと、マラケシュというのは、現地制作というのも皆さん行っているということでした。これについては、どのような感じだったのかというのをですね、まずは北野さんに、お伺いしていきたいと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、このモロッコの方の、フォトグラフィーフワイのプロジェクトの全体図を設計したのは、ニタドリ・ミキさんなわけなんですけども、これは通常の美術館とかファーネーションがオーガナイズしたプログラムにはない特徴がいくつかあって、でそのうちの一つが現地との交流っていうのが、挙げられると思います。で、モロッコでは短い期間、正味6日間でしたかね。で、小野寺さんは途中から合流されたんで、もう少し短い期間でしたけども、いずれにしても、この短い期間に、すっごい忙しかったんですけど、4人の作家が合間を縫って、現地で作品を制作しました。で、作品、現地制作ってやっぱりリサーチが必要なわけで、でそれについてはイヴ・サンローラン美術館と、イヴ・サンローラン美術館傘下の、財団の協力で現地リサーチをして撮影をしました。大島さんと浜田さんは、さっきちょっと出ましたけども、マジョレル庭園で、撮影をして、マジョレル庭園っていうのは植物園と庭園美術館なんですけども、ここで撮影されてました。で私と水さんは、旧市街、一度入るともう出てこれないような迷路のような旧市街のメディナにある、とても不思議なところでしたけど、
ダルベージュという文化財団でリサーチと撮影をしました。なるほど、はい、これと北野さんがこれ撮影されているのはどのような方々なんですか？これはもう僕とっても印象的な出会いだったんですけども、このダルベージ財団っていうのはアラブ語で、コウノトリの家っていう意味らしいんですけども、そのディレクターのマハさん、この右下 の、 白い装束の、スカートのようなところ入っている方ですけども、とっても知的で素敵な方だったんですけども、彼女が旧市街に住むお母さんたちと行っているワークショップで、まあ、今では着られなくなった古いベルベルの人たちの、まあ、先住というか原住の人たちの、白い衣装を着て街を歩くっていうワークショップをされていて、まあ、とっても面白いワークショップ、だったんですね。でそれを、まあ、お願いして集まってもらって、で私アワーフェイスっていう作品を作りました。うんうん、ああなるほど。ちょうどね、僕赤ちゃんの作品をこの時作ってたので、非常にお母さんたちとの、話したことっていうのはすごくこう大きなもので、いいもの、たくさんのものを持って帰りました。あ、これ臼井さんですね。はい、ありがとうございます。臼井さんですね。臼井さんは現地での制作どのような感じでこうやられたんでしょうか？はい、臼井です僕はですね、やっぱり旧市街をですね、いろいろこう回って、やっぱそこにいるいろんな人たちがいてですね、今映ってるのは例えばミュージシャンの人だったりとか、それとか、うん、まあ、ハマムっていう共同浴場があるんですけれども、そこの地下のところに、うん、やっぱ火を焚いてる、24時間火の管理をしてるっていう人がいたりとかするんですけど、そういう人たちをですね、うん、いろいろポートレートを撮ったりとか、そこでハマムの火を使って、うん、タンジーヤっていう料理が、モロッコの有名な料理があるんですけども、そこの人、それを作る、うん、火を管理する管理人が、まあ、どういう方々なのかとか、そういうところの一つ、モロッコの文化にちょっと密接しているところをいろいろ、ちょっとモロッコの文化をちょっと表と裏的なところをちょっと見させてもらっちゃったんですけども、そういうところをいろいろ撮影してきました、うんうんうん、なるほどですね。ありがとうございます。まあ、いずれ作品を発表する機会を、ね、持ちたいなと思ってます、うん、でちなみにこのマラケシュの制作プログラムをミキさんが入れたきっかけは、2015年にエクスバンプロヴァンスでやっぱり短い滞在期間中だったんですけども、鈴木理作さんと大島成樹さんが、うん、現地で撮影されていたってことが、きっかけの一つだったと、うん、聞いてます。なるほどですね。ありがとうございます。と、まあ、これまで、展覧会、それから、まあ、大きな会場でいろんな人と関わりながら、まあ、トークイベントや、まあ、現地制作を行ってこられたということでした。そうですね、このフォトグラフィー Y という、まあ、このプロジェクト、まあ、ユニークな点というのも冒頭ミキさんの方からお話しいただいたんですけれども、もう一つ、まあ、ユニークな点があるとすれば、まあ、そのプロジェクトの名称がすでにこうオープンクエスチョンであるというところは、まあ、ユニークなのではないかなと。このフォトグラフィー Y という質問には、まあ、いろんな答え方が あるだろうなというふうに思います。からですね、作家の皆さん、お一人お一人に、まあ、このオープンクエスチョンとの自分なりの向き合い方、自分にとってこの問いがどのような意味を持つのかということについて、まあ、お伺いをしていこうと思います。ではまず、浜田さんの方から、はい、お願いいたします。はい、ですね、僕にとってって言ったらあれですけど、まず、写真自体が僕は問いかけから始まってるんですよね。そのこれが何かを示唆しているっていう撮り方ではなくて、僕が制作したものをが正しいとかそういうのが分からないんですよね。常に僕は問いかけ提案でしかないので、うん、もうすでに僕はフォトグラフィー Y であるというのは常にあるんですけど、うんうん、どの作家にも実はそれっていうのは内在していて、僕はなんかこう
例えばですけど今回は7人ですけど7人並んだ時に逆にそれを見た人がまた同じようなことを想起するというか写真って何なんだろうって何がこんなことができるんだもしくはこういうふうに見えるんだっていうのがバリエーションとして見えたらなんか面白いんじゃないかなっていう意味もあって、うん、まあこういう参加意欲っていうのがどんどん湧いてったっていう経緯はありますね。だから僕自身がもういわゆる写真っていうのがその真実を写すっていうよりは真実を探す各々の人が、見るっていうことを通して真実を探すっていうもうすでにクエスチョンだと思っているので僕はすごく賛同できたというか、うん、やりやすいなって思って参加してます、うんうん、はい、ありがとうございます。なるほどですね、ありがとうございます。とじゃあ続きまして、北野さんお願いします。はい、まあ、国内とか海外で、いろんなグループ展とか、催しに参加しますけども、まあ、さまざまな作家と会ってそこで、まあ、あの出会いはあるんですけどあんまり交流が続くことってないですね、うんうん、というかほとんどないですけど、このフォトグラフィーフワイがとてもユニークなのは、やっぱりマラケシとか X とか写真のいわゆる中心地ではない場所で集まったってことが大きいと思うんですね。パリとかニューヨークとか東京とか、北京とかやっぱそういう写真とかアートの中心地だとどうしてもやっぱマーケットの地場、まあ、端的に言うと売り込みとか売り込まれたりとか、プロモーションとか、うん、そういうなんか地場がね、うん働く、まあ、それも大事なことなんですけど、だけどまあそういうところではない場所で7人が、会ってで写真の話をすると全く違う表現してる人同士で、うん接点があったりまた対極的な点が見えたりとかそういうものをこう、うん、話すのがとっても自由で楽しいし期待にあふれてるんですよね。で、まあ、そういう接点とか対極点を洗い出して並べていくとなんか写真の可能性が広がっていくんじゃないかなっていう期待があって、うん、それがやっぱりこのなんていうかなプロジェクト僕がすごく面白いなと思ってるところです。なるほど、ありがとうございます。では、続きまして小野寺さんお願いいたします。私エクスプロザンスの展覧会には参加してないのでマラケシュからなんですけど、うん、やっぱり北野さんもおっしゃったように、うん、何がといえばこのマラケシュという場所はおそらく日本から最も遠い場所なんじゃないかな、そういう雰囲気を持ったと思うんですね、うん、でしかもその滞在中皆さん制作もしてましたがそのプロジェクションとかトークの準備を現地でも随分行ったんです。でその場所はいわゆる、まあ、アラブの典型的なというか、まあ、お屋敷ですよ。でお屋敷が今ホテルに改造されているところがたくさんあるんですけど、うん、そこ一軒そのものを借りていったですね。ですので、みんなそれぞれ自分の、なんていうんですか、自分の部屋から出てきて、制作する場所、語らう場所が十分にあった。で、そういう環境、うん、まあ、それも本当に独特なんですけどね、朝になればコーランの音が、うん、そういう日本から最も遠い場所で、まあ、それぞれ作品の違う作家が出会ったっていうのは、面白いというのと、まあ、フォトグラフィー、写真をやる限り、うん、まあ、写真に限らず、絵画でも彫刻でも、もちろん小説でもそうなんですけど、やっぱりその、うん、疑問符を持つっていうのは、現代において作品を作るので、自明のことではあるんですよ、ある意味。もちろん、そのメディアに対しての疑問符があって、初めて現代の作品となると。疑問符がなければ、伝統の作品で終わってしまうんですよ、うん。そういう点では自明のことなんですけれども、まあ、この7人は、自明のことでもかなり中心の位置にその写真クエスチョンという疑問符を置いているということと、やっぱり写真っていうのはある意味彫刻とか絵画とかそれ以外のジャンルと比べると別例えば社会的なものであったり照明写真になったり別の機能を持った特殊なメディアだと思うんですね。そういう点で芸術表現としてあるものとはまた一つ違うものとして写真の存在があって、その中で写真なぜっていうことで それぞれの作家が違った思考を持ち違った様式で発表しながらも共通点がその共通点が不透明な部分が面白いと思うんですよ。あんまりクリアに見えてしまったら面白い、うん、この不透明さがこの7人のこれから行く道の
まあ、全く分かりませんけど、そのセッションというか、このコミュニケーションの面白さだと思っています。はい、ありがとうございます。で続きまして、大島さん、お願いいたします。はい、まあ、僕も冒頭でちょっと話したんですけども、まあ、それぞれ の, まあ、写真の関わり方があって、まあ、僕であれば、版画と、美術、絵画の方から、写真に転向していったんですよね。で、またとある他の人であれば、まあ、写真の王道を歩いて来られたこともいるんで、それぞれ別のなんかこうルートを登ってきて、お互いが出会って、お互いがもしかして別れていくかもしれないっていう、なんかそういうなんかこう、先がどうなるかわからない、まあ言えば刹那的なスリリングななんかこう出会いかなと思うんです。これがなんか僕にとってはすごい奇跡的にも思えてくるんですね。で、なんかこう、自分の作品をこう振り返ってみると、まあ一般的な写真っていうのは、基本的にはなんかこう、多様な世界、をなんかこう記号化するっていうか単純化するようなメディアだと思うんです。でそれっていうのは具体的に言えば例えば、ぐにゃぐにゃとこううごめくなんかこうイカが、写真化されることによってスルメになるような固定化されていくような世界が多様な世界が、一面化していくような、限定的なあり方だと思うんですが、そういったその写真のあり方に抗っていくことっていうか、あるいはもう離れていくこと自体が僕は表現としての写真だと思うんです。そういったあり方自体をこの7人は僕はそれぞれの道の中、道筋、アプローチの中で考えているんだろうなと思うし、そういった人たちとこう接点を持てるってことがすごくまあ刺激的ではあります。だからまあ今後もすごく楽しみにしています。なるほど。ありがとうございます。続きまして、ニキさん、お願いいたします。はい、私にとっては写真っていうのは、まあ、物でオブジェであって手法であって要素であってその場ではないかという考えを持っていて、まあ、この集まりっていうのは本当に私がすごく望んでいるというか、まあ、生きていく中ですごく大切な実験でもプラットフォームでも出会いでもあると思っているんですね。それで、まあ、この生きるって、私がなぜ写真っていうメディアもやってるかっていうと、まあ、これ生きるっていうことにすごく、まあ、興味を持ってて、一つ鈴木利作さんから昔ポロっておっしゃってもらったことっていうのは、楽しくて面白いからこれをやってることを忘れちゃダメだよっていうことを一言言われたんですけど、その時にやっぱり本当にそうなんですね。この企画って楽しいっていうか刺激があって、本当に全然違う人たちが集まってやっているから、なんかすごく面白くて、これがまあ似た者同士でみんなでやっていたら全然意味がないっていうか、私にとっては面白くないと思います。それで、まあ、個人で写真とはっていうのは、これっていうのは私はいつも質問をすることが重要で、まあ、現在の社会っていつも社会のこととかを考えてるんですけど、個人と社会っていう関係性っていうのを考えてるんですけど、その中で質問すること、先ほど浜田さんがおっしゃったように、質問をし続けることがすごく、まあ、面白いんじゃないかって感じていて、それで、まあ、この中で自分の作品っていうのは、まあ、自分が撮る作品から、まあ、被写体が撮る作品っていうか撮る写真に変わり、それで、まあ、今現在他者の写真っていうのをテーマにして作品を作っているんですけど、その中にすごく、まあ、皆さんからいろんな刺激をいただいて、まあ、このプロジェクトに今後臨んでいきたいと思っています。ありがとうございます。では、続きまして、鈴木作さんお願いいたします。はい、まあ、僕にとっての写真の面白さっていうのは、やっぱり日頃こう人がこう、自分が動く行動するために必要なものをこう見てるっていうことからすると、そうじゃなくこう写真を撮るとですね、そうじゃないものが写ってくる、いわゆるこう、まあ、潜在な世界がこう現れてくるっていうことの面白さで、
まあ、ある意味そこのズレなんですよね。でそのズレっていうことが現れてきた時の、まあ、それをまた見るっていうことで自分の経験がまた広がってったり、なんていうのかな、深さ持ってきたりっていうことがあって、でそういうこうものを作る、まあ、基本的なこうどうなるかわからなさでこう挑戦していくっていうことにすごく、まあ、写真っていうのは、ある意味答えも早いし、その実験性をすごくこう挑戦できるメディアじゃないかというふうに思ってて、で、まあ、今回 の, その他のメンバーの方々っていうのはすごくこうある種の実験性が皆さんあるんですよね。そこがすごくこう魅力にあって、でそれぞれの人がそのメディアにこだわって、そのメディアが持ってる、まあ、写真が持ってる本性にこうどう関わるか、もちろん写ってるものの内容っていうのは写真にとってはものすごく大きい部分なんだけど、その関わり方っていうことをすごく挑戦してるっていうことがあり、まあ本当にこう集まることで何か別の形の何かこう、新たなことが起こるんじゃないかっていう期待をすごくしています。はい。なるほど。ありがとうございます。では、最後に、宇津井和義さん、よろしくお願いいたします。はい。僕はですね、写真でドキュメンタリーというものとフィクションをどう融合していくかっていうことを一つの実験として、作品を制作しています。例えば本当にある、東京の中に例えばキリスト をストーリーテラーとしてその中に入れた時、人々の世の中の、動きだったりとか、そこのところから出てくる偶然性をどう頭の中にあるファンタジーとその世の中のドキュメンタリー性の中の偶然性をどうマッチングしていくかっていう、実験をしています。で、例えば今見てもらってる写真は、昭和88年、昭和92年、昭和96年という3部作の中からなんですけども、この作品はもし別の時空で昭和がまだ続いてたらどういう世界かっていう実際のない世界、パラレルワールドなんですけど、でも写真という現実しか映らないものでどういうものが作れるか、どういうものが記録されていくかっていう、実験を行っています。で、このフォトグラフィーファイっていう7人のそれぞれの実験の精神を持ってる写真家たちの集まりのこの多様性の中で皆さんからすごい刺激を受けながらですね、なんでしょう、お互いを認め合いながらそれぞれのところに世界で発信できるっていうところにものすごく魅力を感じています。以上です。なんか和歌山さん固まってませんか？大丈夫ですか？はい、すいません。でも一瞬固まってましたね。不審不良でした。ごめんなさい。あ、よかった。ありがとうございます。音声は聞こえておりました。はい。ありがとうございます。と、まあ、フォトグラフィー Y というプロジェクト、今後も続いていくわけですけれども、今後の予定、スケジュールについて、お話を進めたいと思います。と、今後ですね、このプロジェクトではですね、出版ということをやって、いきたいと。というふうに考えていらっしゃいます。とこちら、まあ、本を作っていって、まあ、2021年、春リリースすることを目標に、現在、制作を進めております。私、和歌山はですね、この本の、まあ、編集と執筆の方を担当していくというところで、皆さん作家さん一人お一人お一人にですね、今、インタビューの方を行っていっております。と、まあ、そのフォトグラフィー Y という、まあ、オープンクエスチョンが
掲げられているということなので、もうこれを本当にそのまま、なぜ、あなたはこの写真というものをこう選び取ったのか、なぜ今そのような活動をしているのかというところをですね、まあ、掘り下げていくような、まあ、テキストが書ければと思っております。で、まあ、そういう作家さんの語りの中で、改めて皆さんのこう写真をですね、見ていったときに、それを読んだ人を見た人は、あ、なるほどってこういう、いきさつの中からこの作品生まれてきたんだなっていうことがわかると思うし、また今までそのこの7名のアーティストの作品を見たことがある人は、また違った見方で作品をこう見ることができるんじゃないかなと、まあ、そういうような、まあ、一つの装置として、まあ、本というものが皆さんのお手元に届くようにできるといいなと思って制作を進めていっております。そうですね、今後その出版のプロジェクト以外にもですね、いろいろと活動されていくということですけれども、出版以外だとどのようなことをしていく予定があるのでしょうか。臼井さんからお願いできますでしょうか。はい、これから出版のほかにですね、この Zoom でのトークイベントを4回もしくは5回に分けて、やっていこうと思います。例えば、それぞれ2人組で、トークをしていって、いろいろなこうカテゴリーのテーマを決めて、いろいろ話をしてですね、皆さんに発信できたらなと思ってます。ありがとうございます。今後はですね、この YouTube チャンネルや、ホームページの方ですね、まあ、随時、情報更新してい、いきたいと思います。まあ、今回、まあ、この動画を見られて、このプロジェクトについて、関心のある方は、そういうようなところでこう情報をチェックしていただければなと思います。でですね、今後もフォトグラフィーは今後も続いていきますので、皆さんですね、まあ、ぜひ、このプロジェクトの進行に、まあ、ぜひご注目をしていっていただければと思います。それではですね、今回のトークセッションは、これで、終了したいと思います。それでは、7名のアーティストの皆様、どうも今日はありがとうございました。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 